ネオバース続けてサモナーヘレナの第3章やチャプター3をやっていきますね。前回のボスバトルでまたスキルポイントが5をもらえたんで、スキルの方がこのペイセンスオブザビースト、ガーディアンがいる場合コンシュームカードが使われるたびに1ポイントのペイシェンスが得られるという、まあシールドペイシェンスって何だったっけまあこれをとりあえず取りますね。あ、これヒットポイントが、あ、これもあんまりろくなスキルじゃないですねまあとりあえずこれを取って、あ、ペイシェンスって確かターンが終わった時にアーマーが加算されるんですよね。そのペイシェンスの 数だけ、あのヘルメットのマークで、まあ、これも3章もチャレンジモードでやっていきたいと思います。今回ねヒットポイントを回復するスキルとかが全然取れないんで結構きついと思う、きついんですよねこれ使ってドラゴンだったらってやつですね、これ。とりあえず20もまた受けるんだよな。まあドラゴン選んどくか。でもドラゴン選んでも今度20もいきなりダメージ受けてたらきついんだよな。きついっすね今回ね。でも20にして、あ、まあでもドラゴンの攻撃ってちょっと攻撃力が減るか。ここでコマンドが10になったでしょ。これで20になりますよね。20になってこれで終わりなんだけど、これで多少ドラゴンの攻撃で、あ、15になったから、あ、17、あ、そっか、ドラゴンがアクティビティするたびにアーマーが増えるっていうスキルがありました。で、これはなんだ？あ、こっちの防御力が弱くなるってやつか。まあ、とりあえずもうあとはどんどん。あ、このペイシェンスっていうのが、この召喚カードってあのコンシュームでコンスタントカードなんで、このコンシュームカードを使うたびに、あ、これターンが終わった時にこの数だけペイシェンスっていうのはアーマーが増えるってやつですね。だからこの召喚カードゼロコストで使うたびにターンの終わりにもらえるアーマーが増えていくっていうスキルだったんですね、さっきのね。まあ今回あれはないからな。まあ使ってていいですね。これでどんどん防御力を上げることができるってわけだ。あ、これが2ポイント毎回コマンドが、毎ターンコマンドが2ポイント増えるというお得な、超お得なスキルで、これでこう変えるたびに防御力が1もらえると。あ、これスタックなんだ。あ、これ、まあ、今回は6アーマーがもらえて、次のターン1減って5もらえて4、3、あ、これスタックしていくやつだから、これは上げとくとすごいお得ですね。毎ターンアーマーが加算されると。あ、これはいいスキルを取りました。で、これはパワフル3と、これちょっと使っとくか。これ使っといて敵を弱体化できますよね。で、終わりと。ただね、敵の攻撃でたまにこのこっちのアーマー無視して貫通ダメージを与えるとかいう攻撃があるんですよね。あのドリルのやつとか、そういうのが本当困りますよね。で、これでこま、コマンドポイントを増やして、でもこれコストゼロだからどんどんこうやって召喚をすれば
このペイシェンスがどんどん増えていくというわけですね。あ、だいぶカードが今回足りなかったんだな。これで7アーマーが足されて、さらにこのアクティビティもあるから 10足されるってことなのかな。これでターンエンド押しと、あ、これ使っといていいですよね。ライオンにして、ん？ノットイナフか。うん、これで8でしょ。8、次ターンが終わった時8足されて、アクティビティで3足されるから11足されるってことかな。そうですよね。あ、これはいいスキルを取りました。どういうスキルかよく分かったわ。で 9×3、 あ、まあこれでこのターンで終わりですね。でもドラゴンスケール、ファイヤードラゴンだったらってやつか。ファイヤードラゴンだったら、まあそれよりこっちにした方がいいか。これでコマンドポイント90、92とか。もう敵がかわいそうになりますね。よっしゃ、もうこれで召喚カードをどんどん使えばペイシェンスがスタックしていくんで強いですね。これが猫のカード、猫のカードの方がいいかな。選ぶやつより猫のカードの方がコマンドが増えるからね。で、お金もいっぱいあるからデータストア行くか。これは4ポイント、オーバーパワー4ポイントコマンドが増える。ランダム、これは持ってるでしょ。メンタルストーム、これはいいですよね。4ポイントコマンドパワーが増えるから、これ買っとくか。で、あとこの辺、あとディフェンスカードが欲しいところなんだけどな。で、スキルで、バトルが終わった時、プレイヤーが1人だったらヒットポイントが10回復する。これは1人用のスキルか。これも一人用のスキルか。なるほどな。これもいらない。もうあとはランダムスキルですね。ランダムスキルを取ります。データベースにイベント入らないから全然意味ないスキルですね、これ。8枚ディフェンスカードを使うたびにシールドが1増える。まあまあこれはいいですね。ディフェンスカードが欲しいな。ディフェンスのカードが欲しいな。まあイベント入らんからな。エリートバトルに行きます。こいつは貫通攻撃じゃないのか。違うか。これは攻撃をした上にお邪魔カードを送ってくると。なんてこった。お邪魔カードを送ってくるか。これドラゴンマザーか。とりあえずこれだよね。これでこうやってどんどんスタックを、あ、でも25もダメージが来るのか。まずいっすね。ドラゴンマザー使ってもいいんだけど、
ちょっとディフェンスカードを使いたいですね。ディフェンスカードが欲しい。12。あ、このパワフルスリートで、あ、でもこれドラゴンのままだったらどっちにしろ敵の攻撃だいぶ減るんだけどね。まあでも使っとくか。あ、インミューンだった。インミューンがあるんだ、これくっそ。あ、もうダメか。あと2回デバフ攻撃をしないとこのインミューンが取れない。あー、まずい。ヒットポイントが回復できないんだよな。あー、これまずいですね。コンスタント、これがあるとコンスタントカード、こういう召喚のカードもコンスタントカードなんで使えないと。で、猫ちゃん、これでちょっとペイシェンスを上げていかないと。2ポイントか。そうだな、とりあえずこっちをやって、ライオンか、ガーディアンにしないと。ガーディアンをちょっとグリフォンにして、ちょっとでもこのダメージを減らさないとまずいですね。これで一回ライオンを消して、あ、これででも、あ、これで OK か。グリフォンにして、で、これで大丈夫ですね。あ、この辺のカード最初に出てれば全部使いたかったのに、もったいないわ。あ、これは攻撃ができないってやつですよ。このカードあると嫌がらせ攻撃ばっかりですね。攻撃ができないから。またこれで25でしょ。きついわ。これで毎ターン2ポイントもらえるけど、コマンドが、まずいね。あ、もうこれカードがないから、このカードでどうにかしなきゃいけないってことですよ。3ポイント、これ使えば一応ガーディアンのグリフォンのアクティビティでアーマーが増えるでしょ。で、これ最後にまた9増えるから、まあそんなに。そしたらこれ使っとこう。これで14でしょ。うん、これで、9増えるから23になるのかな。あれ？あれだいぶ増えたな。28だってなんであんま増えたんだ。あ、ペイシェンスがあるからだ。もう全然計算が追いつかないですね。また攻撃18。まあこれがあるから、ん？あ、またこれディフェンスができないとかいうお邪魔虫カードか。これでドラゴン呼んで、ん？ファイヤードラゴン、あ、持ってたんだこれで、ドラゴンにして、で、このドラゴンマザーがいいですよね。これでコマンドポイントが2倍になるっていう、ドラゴンだったら2倍になると。で、18だから、ん？もういいか。ん、またお邪魔カードか。これはディフェンスができないってやつですよね、確か。ん？あ、インスタントカードが使えないってやつか。そしたらこれ、スタックが、ペイシェンスが7あるけど、また25もダメージあるのか。うん、
あれ？ちょっとガードしといて。あ、これで大丈夫でしたね。もうどういう計算でアーマーが増えてるのかちょっと分かんなくなってきました。このん？コンスタント、こういう召喚カードもコンスタントカードなんだよな。これでアクティビティすればちょっと上がりますよね。で、そうやな。で、これでペイセンスを交換していけば、ペイセンスを上げることができるんで、ターンの終わりに足されるアーマーが上がっていくことですね。まあライオンでもいいよね。よし。あ、倒しました。まあこれ召喚獣のいいところはコマンド上げていけば攻撃は勝手にしてくれるんで、攻撃は考えなくていいっていうところですね。あんまり。これはいらないな。ライオンの遠吠え。ホワイトライオンを召喚すると。ガーディアンを消して2マナを得ると。あ、これは一回多く行動できるってやつですね。これ何かの時に取っとくか。で、ノーマルバトル、ラボに行きたいんだよな。で、スキルもあるから、また1個3ポイントのランダムスキルを取りますね。アイブリ3ターンのたびに、1ポイントフォースが得られる。これはまあまあ当たりですね。で、次ラボに行きたいんだが、まあどっちもどっちだな。これはどういう敵なんだ。あ、これは2ポイントダメージが反撃されると。これで、まあ、とりあえず、28もダメージが来るから、ディフェンスして、あ、これで大丈夫か。まあ、ガーディアンにして、28でしょ。これで一回攻撃すれば大丈夫かな。これでターンが終わった時また、だいぶ、アーマーが足されるから。これをやったところで、まあやっといてもいいか。よし。また20の攻撃か。20ね。ドラゴンマザーでしょ。エンドレスドミネーションでしょ。これ早く使っておきたいんだよな。早く使っておきたいんだが、あ、またグリフォンか。グリフォンばっかり。あ、ってことはグリフォン使ってグリフォン消してグリフォンを召喚する前にこっちを使って、
で、まあ、どっちでもいいんだけど、こっちにして、でこれドラゴンにして、ん、あ、これでドラゴン1回、でもこれ次のカードがまずいよな。次のカードで強力なあれが来たらちょっと耐えられないと思うな。こうやって、こうやって、あと2枚カード使って残りカード4枚以下にしないとまずいっすよね。こうやって、あ、これで、でもこれ使ったら消えちゃうよね。まずいなこりゃ、消えちゃうんだけど、これ5枚で終わるとまずいんですよね。あ、これディフェンドカード使えばいいのか。これで4枚になったんで、次のターン大丈夫ですね、多分。よし、これで3、4、7、28か。まあ、ほんとガードがきついですね、ほんと。ホワイトライオンを使って、オーバーパワーを使って、あれ？あれ、今回これしかないんだ。あれ、おかしいな。あ、そっか。ターンの最初に1枚足されるっていう常駐スキルが、このアレンジとミーティングをやったから、ここのカード4枚だとちょうど5枚になっちゃうんだ。3枚以下にしないとダメだったんですね、ターンが終わるときにね。これは大失敗ですよ。そしたらもう焼け石に水で、これでスキルを2倍にするか。あ、コマンドをね。あと攻撃して、あ、もうないか。あ、ダメージだいぶ受けちゃいますね。まずいなこりゃ。しまった、ディフェンスカードが欲しいんですよ。20だから、ドラゴンでコマンドを上げると、ちょっとグリフォンにしとこう。グリフォンにして、これまた防御が足りないからグリフォンのままでいくか。これでグリフォンでこがアーマーを上げて、あ、でもまあこれでいいかな。これで今回は大丈夫かな。あ、もうこれで勝ちか。14でしょ。これで終わって勝ちですね。よし、いや、ディフェンスの強力なカードが欲しいな。いらないっすね。で、次がデータストアかエリートバトル。ちょっとね、データストアでやっぱりちょっとカードが、ディフェンスの強力なカードが欲しいんだけど1枚もないというねあー、これ一応ハーモニーか。ガーディアンがいればアーマーが10増えるというやつか。まあこれなってあってもいいかな。まあこれあってもいいか。で、スキルポイントも買っとくか。
で、スキルがさらに新しいのを選んで、あ、最大ヒットポイントが7増えると今更もらってもな。ヒットポイントが回復する手段がないんだもんな。で、エリートバトル行っとくか。このクラゲみたいなやつはリカバー30ヒットポイントエブリゴアタックカード、私が5枚アタックカードを使うたびに30ポイントヒットポイントを回復するというスキルですね。なるほどな。2ポイント2ポイントで24も来るからな。グリフォンか。そうするとこっちでやめて、まあライオンとかにしといた方がいいな。これで交換して、交換して、グリフォンでしょ。あ、これで1ポイント、これで10ポイントアーマーが上がるってわけだな。あ、これで16上がるか。24だから、こっちを使っといた方がいいかな。これで、グリフォンで6上がって、6足す3、足す3で、15、あ、15上がるから、これ使って大丈夫ですね。これでアーマー、大丈夫ですね。これで毎ターンコマンドが2ポイントもらえると。で、また次30か。これでグリフォンでだいぶ上げて、ドラゴンにしてグリフォンにしてで、今このポイントが12だから、まあこれ3倍、ん？で、ペイセンスが5あるから、5足す、9で大丈夫ですね。これで終わりにしても、あ、ちょっと足りないか。あ、グリフォンじゃなかったんだ、召喚獣が。しまった。32とか32とかですよ。こういうふうにして、これでペイセンスをどんどん上げてって、シハ32か。全然防御のカードが、あは、どっちにしろ防御のカードがないっすね。まいったなこりゃ。ライオンにしてグリフォンにして、で防御のカードを使って、これでペイセンスがあるから、うん、大丈夫ですね。もうほんとディフェンスのカードがないから、今回は、大変ですね。ドラゴン、また31とか攻撃してるのか。もうきついですね。
これを使ってマナを1個マナを1個設けてこれでアーマーが10。あれ？これはなんだ？ん？ 31 でしょ。途方だよね、アーマー。ガードを上げていかないと。ドラゴンか。ドラゴンにドラゴンが来てもな。ドラゴンが来たところでっちゅう話なんだよな。グリフォン、あ、ドラゴンマザーが、で、うん、これで終われば、まあ、グリフォンのまま終わればアーマーは大丈夫ですよね。よし、なんとかあと1ターンで勝てるな。え、あ、アーマーが受けただけか。びっくりした。で、うん、また40とか。こっちのだよね。52あるから、よし。いやー、もうヒットポイント減らさないようにすごい気をつけて戦わないと。もうディフェンスカード、今回多分、今回なんかディフェンスカードが絞られてる感じがする。こんなにディフェンスカードが出ないことってなかったもんな。ちょっとスキルをこれで最後のランダムスキルですね。あ、これいいですね。最初の、戦闘の最初のターン、2マナ余計にもらえると。サプライ。もう、もうスキルポイントはあんまりいらないんで、データストアで、ディフェンスカードが欲しい。また一枚もないよ。これ絶対今回嫌がらせですよね、はっきり言って。ディフェンスカードがないとか。あ、これは10ポイントコマンドポイントが増える、いいですね。インフリクト、ん、これはコンスタントカードを使うたびに、1ポイント、トレーニングキャンプ、コンスタントカードを使うたびに、1ポイントコマンドポイントが増えるってやつですね。これいいですね。召喚獣のカードってコンスタントでコンシュームカードなんで、召喚獣を切り替えるたびに、つまり、コマンドポイントが1もらえるっていうことですよ。ラボに行きたいんだが、エリートバトル、ノーマルバトルに行ってラボに行くか。ノーマルバトルに行ってラボに行くか。まあ、いきなりまた攻撃力が辛いことになってるな。ドラゴンか。これを使うたびにコマンドポイントが1追加されるっていうことですよね。で、あ、このドラゴンマザー使っとくか。いや、でもコマンドポイントまだ3しかないしな。オーダーアタックしとくか。
これで。あ、またドラゴンか。参ったね。で、ドラゴン。ドラゴン消して、ドラゴン呼んで。あ、これ、ガーディアンがいるとき、5アーマーが足されるってやつか。なるほどな。28でしょ。じゃあこれでドラゴンマザー行って、ドラゴンマザー行くか。まあこれでちょっと、ハーモニーを増やしておいて。で、ドラゴンマザー行くか。いや。もうドラゴンマザー行っとくか。あ、これでなんとかアーマー大丈夫ですね。もうアーマーの計算がわからないですね。うわー、また。またきついっすね。防御力が。これ使いたいんだけど。とりあえず。これが欲しいんだよな。リサイクルして、ん？あ、このトレーニングキャンプか。トレーニングキャンプ使うと、この召喚カードもコンスタントカードなんで、コンシュームでコンスタントカードなんで、これを使うたびにコマンドポイントが増えるっていうことになるんですね。これで14でしょ。でも全然パワフル3とやったって、これインミューンがあるしな。まずいっすね、これは。ディフェンスをしないと。ディフェンスをしないとまずいんだけど、ディフェンスカードが全然ないもんだから。ドラゴンスケール、パワフル3とやってもインミューンがあるしな。とりあえずもう、あ、来た来たよ。や、助かった。まあ、あと1ポイントでしょ。で、これで終わりか。いや、今回はディフェンスカードがいいのが確保できなくてきついっすね。また攻撃か。これノーマルバトルですよね。こんなんで勝てんのか。ガーディアンポイント、ま、ちょっと待ってよ。ここよく考えないとな。ガーディアンポイントがインクリース、これで25とか6まで上がるから、そうやな。うん、これで、あ、これで来たから、これでガードは大丈夫か。で、まあどれでもいいんだけど、これにして、これにして、これにして、これを使って、で、もう一回ターンが来たら、次のターンでこれは死ぬでしょ。これは読んどいても、まあ読んどいても、まあポイントが増えるからいいか。
は変えないで、あ、もうないか。よし、これでこっちが死んでくれるから。まあこれほっといてももう終わりなんだけどね。念のためディフェンスだけして終わりですね。うわー、危ね。あ、来た、ディフェンス来たー。ガーディアンがグリフォンだったらインクリース、コマンドの数だけ、コマンドの数と同じだけディフェンスがプラスされるという、これは取っとかないと。待望のディフェンスカードですよ。で、ラボでエボルブして、これが12か、どれがいいかな。これが6、まあ8、まあコマンドすごい増やすからな。オクトパス、これがコスト0だったらいいんだけどな。これかな。トレーニングキャンプが最初に欲しいっちゃ欲しいんだよな。でもこれ何回も使えるカードだからな。まあでもこっちにしとくか。これ最初に使うと楽ですよね。でも最初のディフェンスカードが全然ないっていうのも。まあこれにしとくか。これ最初に必ず出てくるようになりました。で、データストアで頼む、ディフェンスカード来い。もし、大したことないディフェンスカードですね、これ。ガーディアンがいれば7、まあ7ディフェンスが増えるってやつだけど、これはオールコマンドが失われると。インミニティが3ポイント増えると。これはなかなか強いんじゃないですか。攻撃を無効にするってやつですよね、インミニティって。あ、違う、デバフを無効にするってやつですよ。攻撃を無効にするのはストレスですね。ドラゴン、まあちょっとディフェンスカード足りないからこれ取っとくか、一応ね。あんまり取りたくないんだけどあんまり有効ではないですけどね。あとスキルがもう開け、もう開けるスキルはないかな。まあ一応でも1個だけこれちょっと買って、でこの 80% 以下だったらアーマーが10増えるっていうスキルだけ買っとくか。よし、あ、これでラボでハラハラ不安だな。もう今回はエボルブカードで、これが5、ん、これで合計9増えるってわけか、ディフェンスがね。これが3マナ増えると。77か。どうすっかな。普通のこのディフェンスカードをちょっと増やしとくか。これをちょっと増やしとくね。あんまり意味がないと思うんだけど。で、ボスバトルに行きますね。
これは雲か。これはちょっと初めて見るな。20ダメージを与えてアーマーが20上がると。ああ攻撃だけじゃないんだこれ。クラブアーマー、アーマーイズノットリムーブドアットザビギニングオブザターン。ん？意味が分かんないな。ターンの最初にインクリーズアーマー、プレイヤーの現在のアーマーと同じだけアーマーが増えると。私が守れば守るほどこの人も硬くなるっていうわけなのか。で、じゃああんまり守んない方がいいっていうの？どういうふうに戦えばいいんだこの人は。この攻撃力に備えるためにこっちがアーマー上げるとこっちのアーマーもどんどん増えていくっていうことだよね。きついかもしんないなこれは。今回20だから、あこれで20か。あでもアーマー上げると、私がアーマー上げるとどんどんアーマーが増えていくっていうことだよね。あ今コマンドが増えるたびに攻撃するコンスタントスキルを使いました。であと1だから、リサイクルして、いやこれはもっといざという時に使った方がいいかな。まあこれだな。これでライオンも攻撃してくれると、これでいいかな。これ36だから36。うわあこうやってすごい、私が守れば守るほど、ちょっと待ってこれおかしいだろ。ストロングクローイコールトゥーザアマウントオブアーマー2タイムス。あこのアーマーの、現在のアーマーの2倍、アーマーの数かける2で攻撃してくると。だから私が守れば守るほど敵のアーマーが上がって、このアーマーの数の2倍攻撃してくるっちゅう。どうすればいいんだこれ。そしたらこのアーマーを削ればいいってことだよね。きついよねこれ。アーマーを削ればいいんだけど、ってことはこのライオンが一番有効だよね。ライオンが一番攻撃力強いから、これでコマンドポイントを増やして、増えるたびに攻撃してくれるから、あれ下がんないじゃん。あれ下がんないんですけど、これはもう負けじゃないですかこれは。どう考えても無理だよねこれ。ディールダメージイコールトゥーザ、これ下がんないじゃ無理じゃないのこれも。下がんない、どうすればいいんだこりゃ。あ下がってる、あ一応下がってる、あ下がってる下がってる、どういうことなんだ。まあでもとりあえず攻撃していけばいいってことか。これトレーニングキャンプ使ったから、これこうやって召喚獣変えるたびに、一応こうやって攻撃してくれるんだよね。
召喚獣変えるたびにコマンドポイントが増えて、あ、よかったよかった、ディケイ、あ、これドラゴンのドラゴン3と、あ、これドラゴンでなくても使えるんだ。で、このアーマーと同じだけまた次敵の攻撃力が上がるから、あんまりアーマー増やさない方がいいってことですよね、正直なとこ。ということはこっちのアーマーを増やさないで、なるべく攻撃をしたいということだよな。でもこれこっちのカード使うたびにアーマー増えてっちゃう仕組みになってるんだよね、私はどうすればいいんだこれ。このデケイでも使っとくか。あ、もう使っても意味ないな。で、これなるべくアーマーを使わないでいかないとってことだよね。まあ、とりあえずちょっとここで終わりにしとこう。うわ、45とかに増えてしまった。そしたらこの、え、なんで受けてんのダメージ、おかしいだろう。え、なんで今ダメージ受けたんだ。え、わからん。これはお邪魔カードが来るといういや、これちょっとわかんないですね、対処方法が。うん、貫通攻撃だったの。でもそういうこと何も書いてないしな。今回は攻撃ないよね、どう見てもまあ、とりあえずこのコマンドポイントを増やさないとな。まあヒットポイントが増えるのが何にもないのが本当きついっすね。これも使っとくか、一応。で、あ、ドラゴンマザー使うか。これで、40、コマンドポイントが40になりました。あんまりアーマー使わない方がいいってことでしょ。あ、もうダメか。これで、うわ。ん、これは何、ディール4ダメージかける、これは今回は普通の攻撃だよねあのさっきの無茶な攻撃はないよね。これが使われるとフォースポイントが全て失われると。うん、ドラゴンアタック、ドラゴンスケールで増やして、で、このアディショナルアタックで、あ、もうこれで勝ちじゃないの。これで終わったら、終わったら今コマンドポイント46だからこれで勝ちですよね。いや、なんかこの戦い、この敵はなんか本当よく分かんなかったな。どうすればいいのか。なぜあの時ダメージ受けたのかちょっとよく分かんなかったな。もう大体自分の持ってるスキルとかも、スキルとかカードの常駐効果とかもややこしすぎてもうちょっと分かんなくなるんですよねいや、まあでもヘレナ一番ちょっと難しいキャラだったんですけど、なんとか勝てました。
て、解放されたアンロックが、あ、これはターンの最初でガーディアンアクティビティが毎回起動すると。あ、これはコマンドポイントが減らないってやつですね。ガーディアンが起動するたびに、ガーディアンが起動するたびに1ずつコマンドポイント減ってたんですけど、それがなくなると、まあでもコスト4だからな。うん、なるほど。いや、今回ディフェンスカードがなかなかいいのが取れなかったんできつかったですね。まあでもなんとか勝てました。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。失礼します。